はい、どうも、メガネでございます。皆さん、ほんと、おめでとうございます。いやー、優勝って素晴らしいもんですね。まあ、一夜明けてね、まあ、こういうようなの見ちゃったりとかすると、おぉ、ほんとに優勝したんだな、みたいな。途中だってもう、一名最終名ぶち抜きですよ。途中もありがとうございます。ということでね、正直、優勝するまではというか、こんなご時世だからね、なんだったら試合やんないで感染者とかいろんなこと考えたら、まあ両チーム優勝で半分ずつお金もらえた方がラッキーじゃねえなんてどっかで思ってました。でも口に出しちゃいけないと思ってたんだけどね。でもいざ戦ってやって勝ってみると、素晴らしい。しかもやっぱりシーズンというのが元日の天皇杯ファイナルで日本のサッカーのカレンダーは終わりというか始まるというかじゃないですか。それなのにそれより後にゲームがあって、今シーズンの総決算みたいな形でルヴァンカップファイナルが天皇杯ファイナルよりも一番長く、そして今シーズンの最後のゲームのウィナーになったっていうのはなんかね、ただ優勝したのをちょっと今では超えた感じで感じています。ということで、選手、スタッフ、フロント、そして外で応援したみんな、本当お互いにおめでとうございます。まあレアン的に言うとありがとうございましたなんだろうけどね、素晴らしかった。そしてまあファイナルに向けて我々的な話をするとですね、試合の当日の朝に、あ、こんなような応援しますよなんていう動画を上げさせていただきました。あの直前になってしまい見れなかったよとかいう人もいたかと思いますが、ちょっとごめんなさい、準備不足ですというか、ちょっとアクシデントもなんかあっちゃったりとかしたんでね、急にコロナのあの濃厚接触者に仲間たちがなっちゃったりだとかね。まあそれもでも本当に普段気をつけてるやつだから、本当どういうタイミングでなるかっていうのは全く分かんないなっていうのもちょうど思ったし、いろんなことを感じれました。でそんな中ね、すごく準備してやる方法もあったんだけども、一夜漬け感というか、直前にパンやるぜやるの方が俺ららしいというか、まあそれは完全にあったのではないかと。そして個人的な思いといたしましては、今シーズンやっぱりね、状況が状況でやっぱりニュースタンダードと言われたサッカー観戦の取り組みをしなきゃいけないのかもしれませんが、やはりもう個人的に言ったら30年40年近くスタジアムで生で観戦して、状況でリアクションして声がつい出てしまうのは当たり前だし、飛び跳ねちゃったりとかそういうのってのはもう体に染みついちゃってるものなのでね、そこで迷惑もかけてられないっていう気持ちもあったりとかしたりだとか、もっと言うとサッカー自身ちゃんと見ていいプレーに拍手する原点回帰の素晴らしいシーズンなのではないかなと思ってたんで、ファイナルっていうのは特別なものだし、その時にみんなが一つになる方法、逆に今までリーグ戦でやってこなかったからこそすごく必要かなと思って、簡単なことを簡単なリズムだけでやってみようっていうことで始めました。だからね、これからもずっとこういうような応援をしていきたいななんて思ってるわけではなく、ファイナルよっては思ってやった次第です。このままね、コロナが収束いつするかなんてわからないけれども、やっぱりいつの日かはもう普通に戻りたいし、もっと言ったらこの勝利を振り返る時には、俺たちってあんなことやったねって笑いながら声出さずにやったよねなんて言える日々が来てほしいなーなんて思っておりますよ。にしても初めてやったことに思ったよりかはハマったのかなと。それはやっぱり簡単なリズムで攻めようと。そしてね、個人的には試合前に、まあなんかこんなシーズンでスタジアムで笑いとか一切なかったから、みんなが当たり前に やってないけれども、やったらクスッとしちゃうようなこともやってやろうなと思っててね。試合前レイソル側で止まるの分かってるけど、あえてウェーブやったりね。いつも俺らファイナルとか行ったらやってるじゃん。でそのたんびに相手チームのところで止まってブーとかブーイングしてたけど、今回はブーイングとかもできないって思いながらも、ああいう風にやったら逆に相手がどうこうより自分たちが、俺たちがやってきたことを知ってる人が見たら、ああもうこれいつものだいつものだってふふっとなんか失笑してくれたらなと思ってね、ああいうのやったりだとか。しかも普段だったら拡声器とかでこういうことやりましょう、ああいうことやりましょうってね、そういうこともできなかったから YouTube でこんなことやりますよしか伝えられなかった。そして一階席の人しか見えなかったけど、ウェーブするよって時にもどうやってするかって言ったら、ただね、画用紙のあの AD みたいなのにウェーブって書いて指さしてみんなクスクスって笑った状態でやってみたいなね。よくでもそれを1階2階で2階3階の人まで伝わったかなとか、昔から見てる人ばっかりじゃない中でもいろんなものって伝統としてこう残っていくんだなぁなんていうのを感じてました。そしてまあ試合的な応援の話で言うと、きっとレイソルさんの方は
拍手とか練習してきてるというかいろいろやってるだろうから、なんか俺たちはあえて始めしないと、しなければ東京なんだよ東京もしようよってみんなこう思ったりとかしてるだろうから、そういう時になんかここぞの時バーンってったら広がるんじゃないかと。逆に90分ダラダラやってると大事な時にできなくなったりだとか、先に点となんか取られちゃったりとかすると全然伝わらなかったりするんじゃないかななんて、そういうの貯めてみたりだとかいろんなこと考えたんだけどね。で、あーここら辺点欲しいな、ここリズム使いたいなってやってる時に先制点が入ったりとかね、もっと言うとまあ同点に追いつかれてしまってレアンのフリーキックがあってタダちゃん入ってきて、ここちょっと勝負時だなと思う時にゼブラヘッドに作ってもらったね、あのウォー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 東京ウォーウォーの、あそこ試合中では初めて仕掛けたんだけど、その流れでそのまま逆転ゴールというか勝ち越し点取れたりだとか、ぶっつけでやった割にはまったのではないかと思っております。そして何が一番嬉しかったかっていうと、勝ったけどみんなが我慢して歌わなかったことだとか、そして逆に言うと歌ったといえば選手たちがカップを上げる前に森毛が気づいてゴールラー煽ってくれてたりだとか、試合中にケンちゃんだとかいろんな選手がスタンドを煽ってたでしょ、ああいうのっていうのはあったけどあんまり感じられなかったものがいっぱい出たからちょっと嬉しかったよね。そしてあのカップ上げる瞬間、選手たちが We are Tokyo We are Tokyo って歌ってたり、レアンが MVP 発表になったらレアンコールが起こったり、レアンの歌を歌い出したり、なんかちょっと一緒に歌って一緒に盛り上がれなかったけど、それはそれでいい瞬間だったのではないかと思っております。ということで、やっぱ勝つっていいね。そして健太さんの下でね、3シーズン目でやっと1個タイトル取れた。やっぱり健太さんもなんかインタビューかなんかで言ってたけど、タイトルが集まるところに集まってくるから、このタイトル1個取れたっていうことがね、この先いい流れになるのではないとしようかということで、1シーズンいっぱいこうね喋ってきたけど、去年これだってやる頃って一番最初敵はプレーオフのセレスがあったけれども、最初の敵はキム・スンギュのいるウルサン・ヒュンデだと思ってたら、彼は移籍して今シーズン最後に柏レイソルのキーパーとして戦うってね、1年って本当コロナ含めて何があるのか分かんないねっていうことでね、みんなこうやっていろんな経験を積んで来年再来年そしてその先10年後とね、ずっと青と赤を応援していけたらいいですね。ということで1年間お疲れ様でした。上田さんでございます。互いに拍手で終わりましょう。